ヘッド要素内など、メタデータに関する記述についてご説明します。サンプルで用意したページをもとに、内容を確認していきましょう。皆さんも実際に、二つのサンプルページを開き、コードを見比べてください。ご覧の画面は、この教材用に用意したサンプルのウェブページです。同様のデザインのものを、二式用意しました。こちらは。 XHTML1.0 でコーディングを行ったものですそしてこちらが HTML5 でコーディングを行ったものです一見どちらも違いがないように見えますが要素の用い方が異なっていますでは両者でどのように要素が異なるのか一つずつ見ていきましょう エンコードの指定方法の違いを見てみましょう。HTML5 では、エンコードの指定方法もシンプルになっています。まずは、XHTML で記述を行った方のソースを確認します。こちらの記述を見てみましょう。ヘッド要素内の先頭の行に、ご覧のように記述されています。 ウェブページが文字化けしないように、文字コードを記述するためのものですが、UTF-8 と文字コードの指定が出てくるまでに、さまざまなことが書いてあります。では、HTML5 で記述を行った方を確認してみましょう。ご覧のようになっています。大変シンプルです。文字コードとして、 UTF-8 を用いることのみが簡潔に記述されています次にスタイルシートと JavaScript の指定方法の違いについて見てみましょうこれらも HTML5 により記述が簡略化されましたまずは XHTML で記述を行った方を確認します ご覧のような記述になっています。リンクタグを使って、外部の CSS ファイルを読み込んでいます。そしてこちらには、タイプ属性が指定してあります。テキスト、CSS と入力し、CSS であることを明示します。では、HTML5 で記述を行った方を確認します。ご覧のようになっています。 同じようにリンクタグを使って外部の CSS ファイルを読み込んでいますが XHTML で使われていたタイプ属性がありません HTML5 の場合タイプ属性が省略されればテキスト CSS とみなされ CSS で記述されているものとして処理されます。タイプ属性については HTML5 においても利用可能ですがこの場合特に記述する必要もありませんですので今回のサンプルではタイプ属性を省き記述をシンプルにしていますなお JavaScript の指定方法についても同様ですこちらに JavaScript による記述がスクリプト要素によって行われています xhtml1.0 ではスクリプト要素にタイプ属性を用いて記述を行いますテキスト「JavaScript」と入力し JavaScript であるということを明示します HTML5 で記述を行った方を確認しますこちらにはタイプ属性が指定されていません、JavaScript、についても css と同様ですタイプ属性を省略することができますす省略することによってタイプはテキスト JavaScript とみなされ JavaScript として処理されます。ですので今回のサンプルではタイプ属性を省き記述をシンプルにしています。